新しく大統領が変わりましたので、そういった人脈を含めですね、いい形でつながるものがないかということを含めて、それからこの3人、日本時間の昨夜ワシントン入りした尾長知事は現在連邦議会調査局で担当者と面談しています。4日間の滞在で連邦議会の議員やシンクタンクの有識者に移設断念を訴えます。訪米は3回目ですが、オバマ前政権がこだわってきた基地移設を断念するようトランプ新政権に促したい考えです。